あいつら生きてやがった。あの機動兵器って、ムズ、北進の部下たちが乗っていた機動兵器だな。北進は日下部中将直属の暗殺集団を率いていた男です。そして六人衆と呼ばれた部下の登場機があのムズラだったのです。北進の亡霊、厄介な連中が出てきたね。俺たちに恨みがあるだろうからな。これ以上足止めを食らうとまずいですよ艦長。しかし急ごうにも秋津姫はまだ先ですよ。こんな時イネスさんがいれば一気にボソンジャンプできるんですけど。なんとかしましょう。イネスさん、一体どこにいるんだ。どこってなでしこにいるわよ。今そっちに行って説明するから待っててちょうだい。じゃあ説明しましょう。その前にイネスさん、あなた本物？失礼ね、正真正銘本物よ。で、いつなでしこに乗ったんです？火星遺跡からよ。ボソンジャンプしてね。なぜ黙っていたんだ。敵を欺くにはまず味方から。ま、いつものパターンというわけ。メルガルの指示か。ごめんと。火星の後継者には私がなでしこに乗ったことを悟られたくなかった。私がいればなでしこは単独でボソンジャンプが可能になり、彼らにとっては脅威になるでしょう。そうなれば当然なでしこはマークされて木星プラント奪還は厳しくなる。行方不明のイネスを捜索するなでしこ、そういうシナリオが必要だったのよ。そして敵にそう思わせることもね。さあなでしこを木星まで飛ばすんでしょ。いいんですよね艦長。せいやさん、なでしこをボソンジャンプさせます。準備してください。ジャンプさせるったって、永久ジャンパーがいなけりゃできねえぞ。ここにイネスさんがいます。なんでここにいるんだ。説明は後です。急いでお願いします。今そっちに行くわ。よし、こっちはOKだ。準備はいいかしら。フィールド最大出力。それじゃ、行くわよ。なでしこ B、ジャンプアウトしました。現在位置確認。衛星イオとガニメデの中間軌道、木星圏です。ようやくたどり着きましたね。なんとかうまくいったようね。事後承諾になるけど、なでしこへの上官を許可してもらえるかしら、艦長。ありがとう。しかしなでしこに乗っていたとは気がつきませんでしたね。どこに隠れていたんです？事情を話して芳名さんに協力してもらったのよ。え？芳名さんは知ってたんですか？でも彼女のことを悪く思わないで。責任は全て私にあるんだから。それでいいかしら、艦長。じゃあ少し休ませてもらうわ。何度やっても戦艦を飛ばすのは答えるわ。さて、これからが大変だぞ。敵は油断しているとはいえ、相当な戦力を持っている。
早いとこ木星プラントを奪回しないとね。木星圏の敵を移送しましょう、艦長。でも火星の後継者の主力艦隊がいるんじゃないですか。それにもしかすると北進の亡霊たちもね。そん時はそん時、後戻りはできないですよ。俺たちに任せとけって。独立なでしこ部隊の復活というわけですかな。